2024年、7月の12日18時33分、私の動画のですね、ちょっと待ってくださいね。これですね。KVID3086 世界へ向けてのメッセージ。内容は国連の課題優先順位第1。これなんかもう、またなんか、余計なことされてますね。パスワードというか、ちょっと待ってくださいね。一文字、変な文字入れられてるんで、これ多分人間がしてますね。これは。コンピューターじゃなくて。今、直しました。で、こちらの、字幕の件なんですけども、だいぶ、進めまして、さまざまな国の、ところに、字幕、字幕と翻訳、一部まだ、セルビアなど、ちょっと昔、近年といえば近年なんですけど、ソビエト崩壊ぐらいの頃だったと思うんですけど、ユーゴスラビアが崩壊した時か、ソビエトの崩壊からだったと思います。ちょっといろいろあった国は、ちょっとまだ難しいみたいなんですけども、ほとんどの国が、例えば、フランスだったら、こういうふうに、字幕ついています。フランス語で。で、僕の動画なんですけど、こういうふうに、さまざまな国に、今、他にもベトナムだとか、ベンガル語というところが、インドという形でいいんだと思います。ベンガルドラ、ベンガルトラって言いますし、トラが、あの地域とか、中国とか、そういったところに、もともとは、いましたので、インドの近辺の国の言葉なんじゃないかなと、他にもベラルーシさんだとか、ベラルーシ語、ポルトガル語だとか、ロシア語、中国語、もちろん英語とかもあります。イギリスだとか、いろんな組、ちょっともうバッテリーがだんだんなくなってきてるんで、できるところまでは進めようかなと思ってるんですけども、かなり、多くの国、このカーソルのところ見ていただいたら分かる通り、まだまだあるんで、一つの画面で、10を超える国なんですけども、こういうふうに、翻訳、エネルギーの残存量問題に関して、エネルギーの残存量問題に関して、警鐘を鳴らしている、動画ですと。今、進捗状況はこういう形ですね。ちょっとしてみましょうか。例えば、マレー語。マレー。一回文字きれいに打ち直してから、自動翻訳日本語でした後、その文字が、例えば、えとか言ってしまうと、えっていう言葉が出てくるんですね。で、発音悪かったり、漢字の変換が、違う漢字に変換されていたりとか、そういったところを全部直していって、で、あと、喋ってるとき、説明足りてないなっていうところは、文字書き加えたりだとか、そういうふうな形で、行っています。上の欄を見られると、パスコードとか出てきてしまうので、アクセスされたら困るんで、茶化して、嫌がらせしてくる人たちもいますけども、これ本当に大事な内容なんで、ね、エネルギーの残存量問題、全人類の、命かかってるんで、もともとジョン・F・ケネディ氏はもうアポロ計画を発表してしまって、それで暗殺されてるんですよ。エネルギーの残存量問題の方が大事だったのになぜだということで、だと思いますよ。そういう話の放送もテレビでは見ましたし、自分からの解析でもやっぱりそうですね。多分そうだと思いますよ。戦争生かされたりした人たちからしたら、もうたまたまじゃなかったんじゃないですか。
政府上層部のしてることがむちゃくちゃだみたいな形で、ただそのアポロ計画も多分ジョン・ F ・ケネディさんより前の人たちとかがこう作り始めた計画で、先輩たちの作った計画で、それを、ジョン・ F ・ケネディさんが自分の大統領の時に言わざるを得なかったという状況があったと思います。だからまあとばっちりなんですよね、ジョン・ F ・ケネディさんにしても。まあ、ちょっとこういうふうな形で作業を続けていきます。以上です。